ほら来た、戦車。やっべ。これ、豪華。うわぁ、来た、ギャッサン来ましたよ。どうしよう。金縛りで、ギャザーは倒すか。気合で。そっか、回復の腕分かんな。どこ行った？あ、これか。よし。そんなにでも思ったほど、いやいやいや、そんなことはないな。あ、やめろ。また来たよ。よし、自鉄23か、満腹度が。分かってますよ。バナナ食おうか。オパールの腕は、うん、これ怖いけどね。装備しよう。祝福。なんだろう。真空切りの巻物を持ってきたいな。でもちょっと難しいな、真空切りは。一旦ゴツゴツした壺。おーっと、これ交換。これで、で、どうしようかな。何になるのかが気になる。補填の、あ、識別はでも出てるよね。識別出てる。なんか、消えてもいいようなもん。え、どうしよっか。まあ、とりあえず持っていくか。おっと、ギャスさん。2発で倒せるようになったね。よしよし。あれは？なんだありゃ。なんだありゃ。ちょっと待って、あれ何？ちょっと、こう言って、こう言って。
フォーリー。え、何それ何それ、意味がわからん。やばい、ハムポンや。ちょっと待ってよ待ってよ、あいつレベル上がったんか、色変わってるね。違うのかい。どうしようどうしよう、87か。え、今度赤鳴ってるぞ。ホーリー2。ん？なんだありゃ。しかしあの稲妻攻撃はダメね。あれはダメね。死ぬわ。そっか、ギャザー出るか。真空切り。オパール装備じゃないか。倒すか。よし。さてどうしよう。これ入れちゃうか。真空切り。ゴツゴツした。叩き上がったか。え、消えたな。弱いね。そんなに強くない。よし、行くか。倒したいけどな。ちょっとでもどうしよう。これき別の巻物が欲しいっす。あとはショップ待つかな。はい、来たね。わあ、5匹いる。うわあ、いっぱいおる。そっか、21階からドラゴンと親父が出てくるのか。
封印。封印状態ね。でも、それじゃあちょっと困ります。どうしよう。ダメ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 、ちょっと待ってよ、起きたか、起きちゃったか。で、ないとは思うけど、ちょっと。よかった。あってよかった。これハムポンか。引き寄せいらん。ドラゴン。ちょっと待てよ。なんでお前おんの？そっか、魔導の杖を使おうか。ギャスさんかよ。これ回復31。よし、来ね。黙れ、黙らしちゃい。あー、もうちょっと回復しよう。これはきついな。分かってるよん。円筒はまあ置いとくか。オパールが何なのかな。いやデブ石がない。
ったな、いらねえな。ちょっと待ってよ。識別。円筒外してるね。OK。識別を投げよう。いらねえ。おう、マジか。バナナがないんだな。バナナないんだな。おーい、マジか。食料危機かって、うわお。力の腕はか。もっとんの。ちょっと待て。ちょっと待て。飯がない。飯がねえ。8% か。いやー、ちょっとやばいぞ、これは。いやでも 5% しかない。あと、巻物か。マジで終わったな、これ。倒した。よしよし。これ困った時やったらいいんやけどな。羊の巻物、いや、使おう。使っちゃおう。水枯れでした。どうしよう。だよな。あー、終わった。終わった。ちくしょう。はい、2回目の潜りですが、終わりました。微妙だな。 21F か。いえ、ちょっと一旦戻ります。お前何もしないやろ、コッパ。ここは砂漠か。おい、ベジータ起きろ。大丈夫か。さあ、それじゃあ気合を、入れ直していこう。今度はしっかり頼むぜ、相棒。あ、で、行くわけね。はいはいはい。うん。ふぅ。はい、ということでね、2回目の潜り、21F でしたけど、まあまあでしたね。次回からね、攻略域、ようやく、調べて、知識を入れて挑みたいと思います。
はい、フェインの最終問題の時みたいにね、軍師の、策を用いて進みたいと思いますので、はい、近いうちにクリアを目指してやっていきます。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。